はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回はですね、やばいシャープペンシル。はい、まあ、このね、やばいっていうのは、はい、あの褒め言葉の方の意味です。はい、ちょっとね、あの個人的にこれはね、あの届いて手に取って、うおーってね、あのやっぱりいう形でテンションが上がった商品になります。ただちょっとってちょっとびっくりするようなとこもあったりとかしたんで、はい、今回はね、あのその辺を含めてあの紹介できればなと思います。でも総合的にいろいろ見ると、はい、もう結論から言うと個人的に良かったなと思います。はい、ということなんでね、ぜひあの購入を検討されている方、ちょっと高い商品にはなるんですけど、ぜひ最後までね、ゆっくり聞いていただいて検討していただければ嬉しいなと思います。そして最後にいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでスタートします。はい、じゃあね、まあ届いた時をちょっと再現してみました。はい、こちらになります。じゃあ、はい、まあね、このような形の袋と、あとはこういう風なね、あの紙がついてきました。はい、でね、まあここのところをこうやって開けまして、中からね、こういう風に出てきたのがね、はい、こんな感じのね、はい、なんかなんて言ったらいいかな、まあペンケースというかね、なんか一本差しのやつか、なんかこういう風なやつが出てきました。そんなにね、まあここのステッチも結構、まあ大胆にしろみたいな形で、そこまで綺麗なわけでもないですし、まあそんなに高いもんではないかないう感じです。でもまあまあそこそこしっかりしたような革のやつがね、こういう風に入ってきた形になります。で、この保証書というのがこういう風な形でついてました。はい、品名がね、あのシャープペンシルで、材質がチタニウム（本体）って書いてあるんですよね。で、まあいろいろ書いてあるような形で、購入したところがね、あのここの UU なんかな、はい、なんかこういう風な広場いうところ、まあこれ楽天のお店で自分買ったような形になります。で、下のところがあのちょっと個人情報みたいな、なんか住所が書いてあったりしたんで、ちょっと付箋で隠していただいたんですけど、この下のところにね、あの1年間のね、保証がついてるようなことが書いてありました。ただまあそれには条件がありまして、なんか変なね、あの改造とかなんかね、あのしてない場合にまあ限るみたいな形なんですよね。まあその辺がこの使用上の限りとか、改造とか調整部品交換をされた場合みたいなね、なんかこのような場合はまあまあ有償の修理となりますみたいな、まあこのようなことがちょっと書いてあるんで、その辺はちょっとご注意ください。はい、ということでですね、まあこのね、中がどうなってたかというのをね、はい、出していきたいなと思います。はい、こんな感じでね、スルスルスルってこういう風にやっていくと、はい、この中にこういう風に1本こうやって入ってた形なんですよね。はい、なんでこれはね、まあそこまでまあ使うようなやつではないかなって思ったりもします。はい、まあ一応後ろを見ておくと、なんかこんな感じの革みたいな感じです。はい、まあね、なんかこういう風に入ってまして、中から出てくるのはね、あのこういう風なやつです。まあこの革に関してはもっと柔らかいような、なんか薄いようなやつなんですけど、はい、ここのところにね、なんかね、文字が書いたんですけど、これね、なんて書いたのかな、これ小さい、なんかね、なんかちょっとわかんないんですけど、なんかそういう風なやつに、これは多分北斗の塔やと思います。で、柵みたいな形で、なんかこういう風な、なんか片押しみたいな形がされたやつの、こういう風なのに入ってました。はい、じゃあね、中から出したいなと思います。はい、こちらになります。じゃーん、はい、こちらになるんですよね。いかがですかね、このね、はい、結構どういったらいいんかな、まあサンドブラストをかけたような、なんか形ではないですね。はい、まあ、かなり結構表面的に光るような形の処理が施されているような形になります。はい、はい、これ磨くともっとね、綺麗になるんかな、ちょっと分かんないんですけど、まあこういう風なね、形になってました。はい、じゃあちょっとね、さらに見てみましょうか。はい、上のところはこんな形になってます。はい、でクリップとかはこんな感じです。で、グリップはこんな形で、中がね、これ穴が開いてね、下が若干透けて見えるのがおしゃれですよね。はい、そんで先っぽはなんかこんな形になってます。はい、ちょっとフォーカスがこっちに合っちゃうんで、ちょっとこれはね、置いておきましょう。はい、よいしょっと。よいしょっと、はい。はい、このような形ですね。先っぽがね、なんか口金が特徴的ですよね。なんかここのところはこういう風にね、えぐれてましてね、なんかこんな形になってるんですよね。はい、でね、先っぽはね、これガイドパイプはね、長い形じゃないんですよね。なんで製図用のね、シャーペンとかではないような形になります。
はい、でね、ここのね、クリップのところのここの部分、はい、ここのところのね、ネジがちょっとこれ特殊なんですよね。もう初めからね、ほぼ潰れかけみたいな形の、もう本当に若干しかね、引っかかるところがなくて、ちょっとこれに合うね、ドライバー自分残念ながら持ってなかったんで、外せなかったんですけど、はい、もしかするとね、このクリップ外すことができるんじゃないかなと思います。ただ、あんまりこのデザインに関して、このクリップを外さない方が綺麗かなって個人的に思います。でまたね、この部分がね、これゴムになってるんですよね。はい、でこのゴムに関してはこれ爪を立ててガッてやるとまあ取れそうな形のね、はい、形になってます。まあこれが2個入ってるような状態なんですよね。はい、じゃあちょっとね、上のところ分解できるところをちょっと分解していきましょう。はい、ここのところが外れるようになってます。でこういう風にね、外れるようになってるんですよね。はい、結構長いこういうようなパーツがあります。ただここにね、消しゴムとかがね、入ってないんですよね。はい、まあ、ちょっとね、ここのところがね、まあ実用的ではないかなとは思うんですけど、消しゴムね、結局ついてた方がまあ精神衛生上はいいかもしれないんですけど、はい、まああまり使わないと思うんで、まあこの辺は気にならないかなと思います。なんでまあクリーナーピンもね、ついてないっていう風な形になります。はい、でまあここのところがね、これ外せるんかなと思ったら外せない形なんですよね。はい、でここのね、クリップのとこからこういう風にまっすぐこういう風に来てほしいんですけど、このね、まあ、これ何角形かな、ちょっと何角形か分かんないんですけど、まあそのカクカクのこの尖ったところがここの線にこういう風に沿うような形になってるんですよね。ここのところがね、ちょっとこういう風に置いた時にこういう風に斜めちゃうんで、ここのところがね、ちょっとまっすぐの方が良かったかなみたいな、個人的にちょっと思うところがあったりします。はい、ただね、まあかっこいいんですよね、これ。はい、横のところをね、これ見てみると、横のところにはね、文字が彫ってあります。はい、ちょっと文字がわかるかな。大きくしてみましょうか。はい。はい。わかりますかね。はい。Designed by、これなんて読むんですかね。タイタナーかな。で、これナンバーで000で、自分の場合はこれ357っていうやつがなんと来たような形になります。あ、そうなんですよね。シャープペンシルのファンにとって357って非常にね、素晴らしい数字だったりするんですよね。はい、それが例えばこれになります。じゃーん。はい、これ動画でもね、紹介したメカ357っていうやつです。下のところの概要欄にね、リンクを貼っておくんですけど、これ動画でも紹介したやつです。これね、 0.3mm、0.5mm、0.7mm がね、出せるっていう風な多機能ペンになるんですよね。はい、全部シャーペンというね、変わり種のやつになったりするんですけど、はい、まあそういうような形でそのね、0.3、0.5、0.7 を取って357みたいな商品になります。で他にもね、これ357よく似たコンセプトの商品があったりとかして、結構ね、シャーペンファンには嬉しいこの357なんですけど、はい、このね、シャーペンも、はい、そのね、357のね、シリアルナンバーが偶然自分は手に入った形になります。ただこれね、ナンバーに関してはこれシリアルナンバーで、もしかして誰も一緒なんですかとか、これ人によって違うんですかみたいに聞いてみると、はい、これどうもね、人によって違うみたいです。なんで自分はね、偶然これ357でそういうふうな数字あったんですけど、まあ、人によってはね、もっと違う数字だったりして、777とかやったらね、はい、かなりラッキーなんじゃないかなって思ったりもします。はい、まあこういうふうな形なんですよね。はい、でまあここがね、ここ外せないんですよね。はい、ここ外せないんですよ。でここのところはね、こういうふうにひねることができて、こういうふうに外せるようになってます。はい、でね、出てきたのがちょっとね、意外な上形してるかなと思うんですけど、こういうふうな形でね、はい、シュミット社製のこういうふうなね、なんかリフィルが入ってるんですよね。でさらにね、ここのところを開けることができます。はい、こういうふうな形なんですよね。はい、なんかシュミット社製のこういうふうなシャーペンユニットみたいなやつをまあ搭載しているやつになります。はい、でさらにここのところとかこういうふうに外すことができて、ここのところにね、ようやく普通のシャーペンの構造が出てくるような形になります。はい、なんかね、これ見て、あ、意外やみたいに思われた方いるかもしれないんですけど、案外ね、結構側がこういうふうなごついようなやつとか、もっとなんか装飾がバーって施されたペンほど、結構こういう風にね、中を開けてみると違うメーカーのやつが入ってたとかね、内部は違うメーカーが作ってるっていうことは結構多かったりします。でまあその結構このシュミットのやつも割と代表格かなって思ったりするんですよね。はい、でこのシュミットっていうのがどこの会社かと言いますと、これドイツのね、メーカーになります。結構 OEM とかをしてるメーカーで、はい、
万年筆のねペン先とかも結構作ってられるとこになります。はい、というふうなね形のやつがこういうふうに入っているような形なんですよね。はい、例えばね、まあ自分こういうふうなやつを持ったりしてるんですよね。はい、これポルシェデザインっていうところのやつで、まあこれ側がね非常に綺麗やったりするんですけど、実はこれ中をね開けてみるとね、中から飛び出してくるのは、これもね年代とかによっていろいろ違ったりするんですけど、ちなみにファーバーカステルのこういうふうなシャーペンユニット 0.7 ミリのが出てくる形になります。なんとなくね形もよく似てたりするんですけどね。はい、まあこういうふうな形で、まあ中のねこのシュミット社製のこのユニットみたいなのを、まあこれ自分買ったやつは 0.5 ミリのやつが入ってたんですけど、これ 0.7 のやつも出てるんで、これ 0.7 に変えてあげると、これが 0.7 ミリのねシャーペンに様変わりするみたいな形になります。なんでこれはまあシャーペンというよりも、個人的になんとなく感じとしてはペンジャケットにちょっと近いんじゃないかなっていう風な形です。まあ、ペンジャケットって何かと言いますと、ペンの上にさらになんか被せるみたいな、そういう風なやつのことです。はい、なんでまあこの中に入っているのは、まあ実はシュミットのエンジンを積んでいるみたいな、なんかそういう風なね感覚ですね。はい、という風なやつになります。でね、これ出してるメーカーがねどこかなっていうことなんですけど、先ほどね名刺でこれお見せしたのは、まあこれは取り寄せて販売しているところなんですよね。はい、なんでまあ作ってるところはねまた別にありまして、そこのところが先ほどここにも書いてあったように、デザインドバイのこの後のねタイタナーっていうところなんですよね。はい、ここがねどこかなと思ってネットで調べてみると、これもね後で下のところにリンクを貼っておくんですけど、中国のメーカーになります。2008年からね2008年に設立されて、まあ、今も続く会社になりまして、結構チタンとかのね加工とかを得意とされているところのようです。でキャンプのね用品とかサバイバル用品、まあ、あとはタクティカルギアとかね、なんかそういうののチタン製品とかを数多く出されているところです。かなりデザイン的にもね凝ってあって、まあ、ホームページも綺麗ですし、割とね結構デザインチックな、まあ、中国の先鋭企業みたいな形が印象を受けます。はい、じゃあこのねちょっとペンのね長さとかね、そういうスペックについてねちょっと触れていきたいなと思います。じゃあまずはねちょっと重さを見ていきましょうか。これ実はね案外これ見た目的にね非常になんか重そうみたいなね印象を受けるんですけど、そうでもないんですよね。なんかね見た目の割に軽いかなという形です。でも普通よりかはちょっと重いかなぐらいな感じなんですけど、はい、じゃあちょっとねどれぐらいの重さかを見てみましょう。はい、今ちょっと待ってくださいね。はい、これ 0g になってるんですけど、置いてみると 25.7 か8あたりぐらいの重さなんですよね。はい、まあね結構まあどれぐらいかな、すごい重いわけではないんですけど、はい、まあちょっと重めの部類に入るかなっていう風な感じになります。でペンの長さに関してはそこまでね非常に長いわけでもないです。まあ結構よくある長さぐらいですね。14.5 ぐらいです。はい、はい、まあ、14.5 ぐらいのね大体長さになるような形になります。はい、じゃあねちょっとねこの、まあ、デジタルノギスを用意して、ちょっと待ってくださいね、まあ、0に合わせまして、はい、まあ、グリップのところは 8.4 ミリぐらいですね。はい、そんでまあクリップのねここのところも含めると、まあ12ぐらいのこういうふうなはい、厚さになるかなみたいな感じですね。はい、でねこれ重心なんですけど、重心がですねちょっとねこれ後ろ寄りにあるんですよね。はい、前の方がこれ長いと思います。はい、こっちの方が短いみたいな形でね、はい、こっちの方が長い、はい、こういうような形でねちょっと高重心なところが気になるところではあります。ただこれね持った時にこういう風に書く時に結構こういう風にこういう風に立てるように書く形になるかなっていう風な、こういう風なペンになります。なのであまり高重心は結構角度がつくんで、そこまで気にならないかなと思います。結構これ寝かして書くような、そういう風なフォルムをしてない形なんで、はい、シュッとした細いやつなんで、自然にこういう風に立つスタイルになるかなと思うんです。その後ろのね高重心なところはあんまり気にはならないかなっていうところは、まああまり気にしなくていいかなっていう点ではあると思います。はい、まあ、こういうふうな形なんですよね。はい、でですねこのチタンのねこの素材についてねちょっと触れたいなと思います。このねチタンが実は TC4 グループ5っていう TC4/GR5 っていうふうなね64チタン合金っていうやつを使われてるみたいです。一般的なねメガネとかに使われるチタンよりもさらに強度が強いようなやつになる感じです。
でチタンってねどのような物質かというと軽くて強くて錆びにくいっていう風なねもうかなりメリット尽くし の、 物体になるんですよね。はい、でですね、まあ、他にもね、まあ、さっき言ったように強度が強いんですよね。はい、まあ、強度が高くてさらにあれなんですよね、熱にも強くて腐食にも強くて軽いしアレルギー反応、まあ、金属アレルギーとかにも強いっていう風な形でもうメリット尽くしな、はい、鉄とか銅とかアルミとかのまるで上位互換に値するような、まあ、金属になる形になります。ただデメリットとしては高かったりするんですよね。はい、であと加工がしにくいっていうところが、まあ、ネックやったみたいです。ただこの点は最近結構改善されたところがありまして、はい、まあ、そういうふうな形で多分このタイタナーっていう中国のところもこの加工にね結構成功した形で、まあ、こういうふうな形でできるようになったんじゃないかなって思ったりもします。はい、まあ、今はね結構割高かもしれないですけどもしかしたらね今後結構普及してくるやつなんじゃないかなと思います。でこれがね色がですね実はネットで出てたのが黒いやつとこの銀のやつがあったんですけど、まあ自分銀のやつしか選べなかったんですよね。まあ銀というかチタン原色みたいな形で書いてあった形なんですけど、はい、まあそれを選んで届いたのがこれいう形になります。でもねこれちょっと驚いたのが、はい、ちょっと大きくしますね。はい、この辺をねちょっとご覧くださいね。はい、うまいこと出るかな。ちょっと光を当てた方がいいんでちょっと光当ててみますね。はい、光当てた状態でちょっとねこれ角度をねこういう風に変えてあげるとうまいこといいかな。あ、今一瞬出たの分かりますかね。今この瞬間ですけど、はい、なんかね虹っぽいのがなんか現れたのお分かりですかね。はい、あ、今なんか出たな。ちょっとなかなか難しいんですけど、はい、なんかね角度をねなんかただの銀かなと思いきやなんかとある角度にした瞬間にブワーって虹がかかるんですよね。あ、今わかるかな、こんな感じなんですよね。光当てない方がいいんかなこれ。よいしょっと、ちょっと待ってくださいね。よいしょっと、あ、こういう感じです。はい、今のこの状態です。はい、お分かりですかね、この状態。はい、この状態をね皆さん目に焼き付けてください。はい、そうなんですよね。実はですねこれ銀と言いながらなんか角度によって螺鈿みたいな光り方をするんですよね。はい、螺鈿って皆さんご存知ですかね。なんか貝とかのねなんかそういう風なやつからまあちょっとずつなんかかけらを採取してなんか貼り付けるみたいな形なんですけど、そうなんですよね、その輝きみたいなのがちょっと楽しめるような銀の中にそういう風なおしゃれさを含んでるんが、はい、この商品の素晴らしさなんですよね。はい、というふうなねちょっと予想外なねこういうふうな輝きがありました。あともう一個ねむちゃくちゃこれ予想外やったことがあるんですよね。じゃあちょっと BGM の方止めます。はい、じゃあちょっとね音の方を聞いてください。これのねノック音むちゃくちゃびっくりしました。いきますよ。おやっていうふうな形なんですよね。はい、じゃあちょっとマイク近づけます。いやこれっていう風なねちょっとっていう風な形だったんですよね。もうなんかこのごつい見た目からしてなんかガチン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 っていう風ななんかカチカチかいう音がねすごいすることを期待したらキュ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 みたいなねなんかそんな音がするんですよね。っていう風にこれ思った形なんですけど、はい、まあかっこいい見た目だしいいかみたいな形なんですよね。なんでこの商品って非常にね人それぞれ評価がね割れそうな気がするんですよね。はい、後ろ消しゴムがねついてなかったりするんでそういう風な実用面、後ろ消しゴムガシガシ使う人にとったらこれはその評価がダーンって下がるような形なんですよね。でさらにこのノックオンとかこの打刻みたいなこういうようなカチカチを楽しむ人にとってはそれもダーンって下がると思うんですよね。でもこの見た目からしたらもうこれなんかトップクラスにかっこいいでズバーンってデザイン性は飛び抜けてみたいな形でなんかもう波がものすごいあるような形なんですよね。で個人的にはかなりねまあ使い心地よりもデザインがかっこよかったらいいかなみたいな形なんで個人的にはそういうふうなのをいろいろ総合すると非常に満足な商品となります。
ただね、これ値段もね、値段もこれ割れると思います。これ値段がですね、1万8000円、日本円ですんですよね。で、海外のサイトでもね、これ実は売ってました。はい、まあ、ここのね、ところは実はあのメーカーっていうわけではなくて、まあ、ここはあの、まあ、仕入れとかなんかしたいとか、いろいろそういうのがメインみたいなとこなんですよね。なんで、そうなんですよね。まあ、海外の方では、それがまあ、110ドルみたいな形で、まあ、1万強、あ、いや、強じゃないな、1万ちょいぐらいな形なんですよね。で、まあ、それに、ただね、日本に仕入れ出てくる、ね、量とかを考えると結局まあそれぐらいにはなっちゃうかなみたいな形ですし、時間もかかるかなみたいな感じなんで、はい、まあ値段に関してはやっぱりあの1万強とか2万円ぐらいするんじゃないかなって思います。まあそう考えたりすると、まあコスパとかもいろいろ考えるとやっぱりね、いろいろかっこいいんですけど悩むかなって思ったりもします。ただデザインをね、かなりあの評価する方とか重視される方にとっては非常にね、これはもう一目惚れです。こうやって使ってても、うわこれ何みたいな形、うわこれかっこいいみたいな形で、はい、自分今こうやってね持ってもかなりあの満足な綺麗なね、シャーペンなんですよね。なんで個人的にはあの非常に満足な品となります。で、色もねブラックとチタンがあるんですけど、これはあのチタンの色の方がね、さっき言ったようにあの光の加減も綺麗だったりもするんで、おすすめかなって思います。はい。でね、あとまあこれ結構ねチタンって硬かったりいろいろするんで、これあのタクティカル的ななんかこういう風な使い方ももしかしたらね、あのガーンってガラス割ったりとかね、あのいざ緊急事態の時にできるやつになるんかもしれないですけど、あまりねやらない方がいいかなと思います。はい、というふうなね形ですね。で、これがですね、あの横にねシリアルナンバーがこういうふうに入ってたんで、これって限定商品かなと思って、自分お店の方にちょっと問い合わせてみました。するとどうやらこれって限定商品じゃないようなんですよね。で、ここの会社、まあタイタナーっていうところは結構 OEM とかをされたりしてて、まあタイタナーのメーカー、まあ結構実社のホームページ兼なんかネットショップみたいなサイトやったりして、まあそこに載ってないやつもどうやらあるみたいで、まあこれもそのうちの一つみたいな形なんですよね。作られてるところはね、なんか中国の方だって言われてた形なんですけど、はい、まあそういうような形でちょっといろんなね事情があったりするみたいなんですけど、まあ一応現行モデルみたいな形です。で、ただシリアルナンバーは振られてて、まあ人それぞれ違うというところをちょっとご注意みたいな形です。はい、というふうなね、まあこういうふうなやつなんですけど、じゃあこれ商品名って一体何っていう形で聞くと、はい、これ皆さん何だと思います、この商品名。はい、なんとね、これあのチタン製シャープペンシルになります。え、チタン製シャープペンシルってもうこの材質のシャープペンじゃんみたいな形なんですけど、はい、それがね、なんと実は商品名みたいなんですよね。はい。もっとなんかつけた方が良かったんじゃないかなって思ったりはするんですけど、はい、まあそういう風なシャーペンになります。はい、ということでね、ちょっといろいろね気になるところはいろいろあるんですけど、まあ個人的には評価としては高いような形です。はい、じゃあ最後これ書いた感じをねちょっとやってみましょうか。はい、まあ、芯をね、まあ、好きなやつに変えてもらったらいいと思うんですけど、書き心地に関してはね、まあ個人的にはいいかなと思います。まあ高重心とは言いつつも、やっぱりこういう風に立てるようなスタイルにはなったりするんで、高重心さもあまり感じない形です。さらにこんながっちりしたね見た目なんで、ガシ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 、あ、折れちゃったけど、はい、書けるような形になるんですよね。はい、まあ、先っぽのねガイドパイプもね長くないんで、もうそんなにまあ落としてもそこまで気にもならないかなと思うんで、はい、ガシ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 気にせず書いていけるし、いいかなと思います。はい、というようなね、まあ、今回はこのシャープペンシルの紹介でした。まあ、ぜひね購入を検討されている方、これはねちょっと勇気のいる選択にはなるかもですけど、デザインとかを重視される方は行った方がいいんじゃないかなって個人的に思います。非常に満足度は高いです。なんかねもう早く自分もねいろんな筆箱に合わせてみたいなっていう思いでね、なんかワクワクしているような形になります。はい、というふうなね、まあこの最高のね個人的に一本になったかなと思います。はい、ということで、まあこの動画が良かったという方はぜひグッドボタンを押してチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもねいろいろ動画紹介したりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。